おはようございます。2023年10月になりました。10月1日朝9時半です。今日もちょっと遅れました。まあこのぐらいが自分のスタートになりますね。まず質問からお答えします。で、外食多いんですけど高くないですか？で、質問なんですけどね、僕はね、まあいろいろやってみましたけど安いと思います。ガストとかチェーンレストランのラーメンぐらいだったらそっちの方が安いか同じくらいかだと思います。ラーメン屋さんからすると500円とか600円のラーメンってほとんど儲からないんですよね。で、ガストのランチも関東の方だと前ドリンク付きで700いくらとかでしたけど、当時こっち来てドリンク付きで500円でした。今ちょっと値上げして700円になってますけどね。それでも量とで、お水とかジュースとか飲み放題ですからね、あれで700円は安いんじゃないかなと僕は思います。それで節約の話になると、いや業務スーパーでなんかプロテインだかシリアルとかオートミールとか売ってて、それ毎日食ってた方が安いですよって話になるとか出てくるんだけど、まあ極限の節約すればそうだけど、そこまでしなくても大体全般的に経費が下がればいいんで、僕は最近は外に出た時は外食してしまっています。で、今朝たまたまYouTube のアナクリティクスっていうんですか、アナティクスっていうんですか、アナティクスっていうんですか、そんなのは情報を解析するページがあるんですけども、そこを見るとこの人がどこの国から見てるのかで、日本国内だったらどの地域からどの都市から見てるのかって分かるんですけども、驚いたことに大阪から見てる方が一番多いんですね。で、僕は今福岡県北九州市ですから、この辺の情報しか取り上げてませんし、でその前の過去の情報も東京とか神奈川町田とか相模大野、それから千葉の西の方、浦安とか市川とか、その程度しか話してないはずで、大阪何も関係ないんですけどね。で、そう言われてみるとと思うことはあります。ちょっと堅苦しい話で、情報の権威性だったかな、そんな話の時に近所の吉田さん、元阪神タイガースの吉田さんって話したんです。で、それがもしかしたら言葉で検索に引っかかったかもしれない。で、自分は今年阪神タイガースがリーグ優勝したそうなんですけども、そのことは全く知りませんでした。その時とその権威性の話を出した日がたまたま同じだったのかな、前後したのかな、それで検索に引っかかったみたいです。で、自分は最近全然野球見ないんですけども、昔土橋正行っていう人がヤクルトスワローズの監督だった頃、ヤクルトスワローズのファンクラブには入っていたことがあります。そうするとヤクルトスワローズから切符が送られてくるんですよね。年間5試合か6試合ぐらいだったかな。巨人戦を見るのは1枚だけだったような気がする。それ以外のチームの場合は、対戦相手がそのチームの場合はいつ見てもいいですよということでした。で、応援してたんですけども、当時ひどいんですよね。開幕してから10連敗するんですよ。で、11試合目にやっと勝つんですけどね。で、勝率0割9分1厘とかね、主力選手がほとんど離脱しちゃって、4番渡辺誰ですかその方みたいなね、ファンでも知らないみたいな人が4番になっちゃってね。で、田島だったかな、田島とか尾花とかね、で、いい投手が投げるでしょ、で、勝つでしょ。で、次の日劣勢になるとまた田島か尾花が出てくる。で、また次の日また劣勢になると田島か尾花が出てくる。で、毎日同じ投手投げてる。あれじゃ勝てないんじゃないかって素人目にも思いましたけどね。で、ピンチになると中継ぎエースサッシー酒井だったかな、
出てくるんですよ。でも長継ぎエースなのに、ね、出てくるとすぐポコーンって打たれちゃって、何がエースなのかななんて全然分かんなかったですね。で、その後、もう死んじゃったかな、あの人、関根純三さん、いや死んでなかったのごめんなさい、あの人が監督になった時に、長嶋一茂が入ってきたんですよね。で、僕は長嶋一茂のホームランは見たことはあります。年間4本か5本しか打たなかったシーズンだから、まあレアものですね。右中間の外野席に、まあ、座ってたら僕の前あたりボーンってボール飛んできて、長嶋一茂選手のホームランです、おめでとうございますとかやってますけどね。いや、無駄話はいいや、とりあえず野球の話なんか関係ない、始めます。ピッ、初鳴りは 2.3 キロいきます。都会の人の動画だと 2.3 キロロングとか言ってる人もいますけど、まあそうかもしれないけど、この辺だとショートですね。ショート行ってきます。ピッ、2軒目ドロップ真鶴です。次入ってます、すぐ行きます。2軒目下伊東宇津ドロップです。次は山登りに行きます。3軒目宮古ドロップ終了しました。 9.2 キロはちょっと拒否しました。ここが、まあ、映像で見ると分かりづらいと思うんですけど、結構きつくてね、昨日もここ来ちゃいましたけど、2日連続です。4件目終了決まりです。 次すぐ行きます。19分熟成ぐらいのを取りに行ったんですけども、お店の人がもう僕と話すことができないぐらいで、待ってください待ってくださいだけなんで、お弁当もできてなさそうだったんで、受け券してしまいました。いつも行っている、もう僕も食べにも行ってるんですけど、ジョイフルの店員さんが元気でね、で最近元気すぎてダミ声で負けじたで対応するようになりましたね。あーどうも毎度どうもいらっしゃいどうもつってね、で番号はつって、ハンバーグ弁当です、はいはいいってらっしゃいつって、八百屋じゃねえんだからと思うんだけどさ、錦糸町の魚屋みたいなのも思い出しましたね。いらっしゃい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 、赤身マグロ赤身大赤字だ1200円ポッキリつって、いや200円ついてるからポッキリじゃねえじゃんねそんなもんありましたけど思い出しました。で最初はまあこの老害が実践する講座みたいに固くやろうかなと思ってたんですけど、だん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 ね、自分の素が出てきちゃいますね。な、後で見ててちょっとやりすぎかなと思うぐらいやっちゃってるんだけど、すみません、こんな人間です。でもっと説得力のある話を本当はしたいんだけど、僕もほぼ雑感ですからね、それ違うんじゃないですかって言われると、そうかなってそこまで自信ない僕も多分そうじゃないかなってぐらいなんでね、ならない公園です。あともう少しで10時間のハーフタイムですから、あんまり鳴らしたくもないんで、ここで時間調整します。来週のまたぎに飽きまして、で今まで、ほとんどやってなかったんで、1週間で15件のまたぎだったんですけど、急に、50件になりました。でこのまたぎは昔はオンライン時間、過去1ヶ月のオンライン時間かな、それに対して、またぎをやってたようですけど、2年ぐらい前かな、過去4週間の実績本数に対してに変えたみたいです。というのはオンライン時間が長くても地方の人ね、そんな件数できるわけないんで、130とかね110とかされても全然終わんないよって人もいるもんですから、私みたいにね。で、そういう人から不満があったんでしょう。で過去4週間の実績に対してに変わりました。
はい、ご飯食べました。これから後半です。あと4時間15分ありますので、9時半か10時ぐらいまでやります。真鶴公園待機です。いつもの鹿野大井公園ですけど、子供がいっぱい遊んでますんで、こっちに移ってきました。で、ここはあのマクドナルド、伊東渦マクドナルドの近くなんで、まあ、試しにウォーカーモードにしてみました。ウォーカーっていうのは歩く配達です。で、ウォーカーモードが復活してからもう2年ぐらい経ったんですか。で、今もウォーカーのプロフェッショナルがいると思うんですけどね、ウォーカーの、あのテストの時に一生懸命データ取ったのは私です。私のおかげで今のウォーカーのシステムがあります。で、誰も言ってくれないんで自分で褒めてるんですけどね。当時ウォーカーテストをしてくださいって、もう何人も候補あったと思うんですけど、みんなやらないんですよね。で、あの僕が、まあ、合計10日ぐらいかな、そこまでいかなかったかな、1週間ぐらいかな、やったんですけどね、あの六本木とかウーバーのバッグ担いで歩いてるとみんなに冷やかされてね、あれ今日は暇なんですかとか、自転車故障したんですかとかって、買い物ですかとか、違うよって、あのウーバーのテストやってるんだよって言ってもみんな全然信用してくれなくて、で、一回あの恵比寿のサポートセンターに、ウォーカーで配達に行ったんですよ。そしたら スタッフさんも知らなくて、へえ、こんなモードあるんですねって言って、で、それからしばらくあのウォーカーモードがなくなっちゃったんですよ。で、その間一生懸命作ってたと思うんですけど、で、その後どんくらいかな、確か 2,3 年前だと思いますけど、復活してあの本格的に実装されました。で、ウォーカーを都市部でやった場合はそんなに影響ないんですけども、郊外でウォーカーやった場合はどうしてバイクで届けないんだ、自転車で届けないなって話になりますから、バットをもらう可能性は高いです。で、今自分 のアカウント見たら、評価はまだ100でした。で、そこからどのくらい落ちるかどうかちょっと見てみたいと思います。で、ウォーカーでなるかどうかっていうのはまた、この辺になるかどうかはまた別の話なんですけど、もしなったとしたら、ウォーカーのピックは1キロ以下、それからあのドロップも1キロ以下で、合計2キロ以内に入るように設定されているはずです。で、あのウーバーの初年度かな、2年度かな、その時 の平均配達時間が全体で35分って言ってまして、で、今ちょっとそれ以降あの発表されてないんで30分ぐらいになってるかもしれませんけど、人間 の歩く速さが早歩きで4キロぐらいですから、で、2キロっていうとあのピックドロップの手間をあの省くと30分ぐらいになりますからね、ちょうどそのぐらいの設定でやってると思われます。すいません、偉そうにウォーカーの解説して1時間待ってみたんですけども、なりませんでした。諦めてあと3時間、2時間半か、また自転車に戻します。ウォーカーはまた次回どっかでやります。大手町ドロップ5軒目です。勝山公園待機です。ここで少しまったりします。どうせあのならないでしょ。で、あの先日あの長い動画で話したあの六角形のことなんですけど、僕セルと呼んでしまってますけど、皆さんほとんどご存知ないですよね。 99% 以上の方は知らないと思います。というのはそれは僕が作った言葉だからです。で、先日あのコメントで、あの、まあ、考え方としてはまあ、多分あり得るって言ってくれた専門家が、それはセルじゃないですよって、なんか違う言い方するらしいですけども、僕はあのあれ見てなんか動物の細胞みたいだなと思ってね、まあ、六角形だから便箋管でもいいのかもしれないけど、それだと長いからセルと呼んでしまっています。で、その六角形が今赤くシミになって出てるんですけど、拡大してその端っこを見てみると、
ああ、やっぱりそうだなっていうの思うことがありますね。で、皆さんがなりポイントだと思ってる半分ぐらいは、その六角形の筋の間あたりです。で、なりの悪いセルから高い確率のセルに移ったときに、ポーンってなるんですよね。で、そこがいつもなるんで、皆さんなりポイントだと、まあ、勘違いしてるわけじゃないけど、まあ、思い込んでますね。34分熟成ですが、で、4キロで山登りですけども、暇なんで行ってきます。コンピラです。6軒目ドロップです。阿蘇2号公園待機です。はい。検証の2週間、あと1時間で終わるんですけども、ちょっとルール違反なんですが、検証の範囲から逃げてきました。ちょっと蚊が多くてしょうがないんで。で、ここの戸畑区役所の前あたりから、伊東津のマクドナルドあたりが、本来の私のホームグラウンドです。ですから、足跡はたくさん残っていると思います。で、今回、1年ぶりぐらいに、小倉駅周辺で、稼働しました。それは、どうしてかっていうと、なるべく、手垢のついてないところで、ちょっと試してみたかったので、ちょっとデータを取りたくて、向こうの方でやりました。はい、10時間終了です。はい、最終日の今日は、オンライン時間に対する運転時間の利用率が 18% で、ワーストタイでした。で、過去の利用率の平均が 33% まで落ちました。で、2週間の件数ですけども、先週が88件、今週は、60件と、7日間全部やったのに、1日10件も行ってないということになります。で、尻すぼみになってますから、普通に考えると、これは足跡とか時間とか関係ないんじゃないかという考えも出てきますね。ただ僕はこれは、閑散期の一番悪い時期と重なったということで結構楽観視してます。数字が落ち込んできた日、ちょうど他の配達員さんからなんか急にならなくなったねみたいな、まあ、バイクの配達員さんですけども、そういう風に言われましたんで、ああじゃあ一番悪い時期始まったんだなと思いました。あとですね、YouTube の番組的には辺で大ブレーキとか顔面蒼白とか、まあそういう風に作ったんですけども、自分のまあ気持ちとしてはまあもう辺で大丈夫だなと確信した時期でした。で、都会の人にとっては信じられないと思うんですけども、北九州エリアの自転車でやるとゼロの日がかなりあります。これは私は東京エリアで、当時の飛び地の時の町田エリア、そこも渋かったですけども、それからまだ発展途上だった時の江戸川区エリア、葛西でやりましたけど、ゼロなんか一件もなかったです。で、こっちに来て初めて1日ゼロ件経験しました。1年目は7日間かな、2年目は10日間、最近ではまた多くなりまして、そんなか計算もしてないぐらいたくさんゼロの日があります。それで他の仕事どうかなと思って一回ウーバー辞めかけたんですけどもね。で、今回の結果見て検証した2週間ゼロが一件もありませんでしたから、ああこれはこの回り方で大丈夫なんだと安心しました。今回は一番ならない時間が、続いたのが6時間で、1日で一番悪いのが4件で、閑散期どっぷりそこに入って1日4件というのは全然悪くないです。で、この調子ですと閑散期もそこそこ、まあギリですけど、私と嫁と子供4人、家族6人生活していきますし、
で、繁忙期も含めてね、1年通していくと貯金できますし、大丈夫だなと思いました。これで検証は終わります。で、明日以降はほぼ日刊なんとか新聞みたいに時々休むし、時々やるし、そんな感じで行きたいと思います。明日は1日ちょっとお休みさせてもらいます。また次回。バイバイ。